つか話せる日が来るわ。あんな時代もあったねと、きっと笑って話せるわ。だから今日はくよくよしないで、今日の風に吹かれましょう。未来の自分に当てて
手紙ならきっともう素直に打ち明けられるだろう。今泣きそうで泣きそうで消えてしまいそうな僕は誰の言葉を信じ歩けばいいの。一つしかないこの胸が何度もバラバラに割れて苦しい中で今を生きている、今を生きている。ありがとう15のあなたに伝えたいことがあるのです。自分とは何でどこへ向かうべきか問い続ければ見えてくる。海は厳しいけれど明日の岸辺と夢の船を進め、今泣きそうで泣きそうで消えてしまいそうな時は誰の言葉を信じ歩けばいいの。
次が中島みゆきさんの曲に戻りまして、糸を歌います。聴いてください。笑えるの
緒に泣いてくれた君がいたから、一人じゃないから、君が私を守るから、強くなれる、もう何も怖くないよ。時がなだめてく、痛みと共に流れてく、日の光が優しく照らしてくれる。説明する言葉も無理して笑うこともしなくていいから、何かあるならいつでも頼ってほしい。疲れた時は肩を貸すから、どんなに強がってもため息くらいする時もある。孤独じゃ重い扉も共に立ち上がればまた動き始める。一人じゃないから、私が君を守るから、あなたの笑う顔が見たいと思うから、時がなだめてく、痛みと共に流れてく、日の光が優しくて照してくれる。時染まるよはそれぞれ違うけど、自分だけのストーリー作りながら生きてるのだから、ずっとずっと諦めないで。卒業
Thank you.